吉田さん、おはようございます。メッセージありがとうございます。えー、今回はですね、税理士さんのところに行ってきましたあ。そういうのが、あまりにも利益額が大きいので、これは税務調査の対象になるから、いろいろ準備しておこうね、ということでした。そのうちの一つが、ああ、税金の支払いですよね。うん、凄まじい金額が <laughs> 来てますね。これ、税理士さんもびっくりされてたんですけども、うん、まあ、税理士さんとはね、10年ぐらいのお付き合いなんですよ。それで、最初の頃は、 もうマージャン店の頃はもうこれはどうなるんだというふうなねめちゃくちゃじゃないかこの会社はっていう形で第一期がスタートしたんですよねそれからずっと状況は悪くてえまあこの顧問のね税理士さんに言わせると「こんなところあれ何決算代行して大丈夫か?」と「ちゃんと顧問料払えるのか?」って感じで当然ですけど私払えてなかったんですよね2年滞納でずーっとやってきたんですよ でもう2年分とか3年分とかたまっちゃってどうしようもなかったんですよねで消費者賃用で借りて払ったりしたこともあってでもですねうんこう数年前から状況変わってえ税理士さんの方もね、えー、書類の整理もすごく進んでるしなですね利益が出過ぎだとこれどういうことなんだうんで何が起きたんだってことで何回も聞き取りきてですね私はこのネットビジネスってものをやってるんですっていうふうに税理士さんにお話しするとその税理士さんのね コモのゼリスさんの息子さんも「与沢翼さんっていうのが好きでスクールに入って儲からなかった」って言ってるから「詐欺じゃないか」って言って,ますけど言ってたんですけども私はそれをね「あこういうからくりなんですよ」っていうふうにお話してでそれに乗っかって私もこういうふうになってるんですっていうふうにお話すると「えー、やっぱりすごいんだね」って一部の人だけがそうなるんだねで論より証拠私の税務状況っていうのは要するに税金の支払いっていうのはとてつもない変化を見せてるんですよね。しかも1人でやってると うん、で、店舗もなくって、うん、でものすごいたくさん経費を使ってるのにもうそれでもね追いつかないぐらい利益が出てるからあの、まあ、お金取っといてくださいねと使わないでくださいねって散々言われました、うん、まあ一人でねこんだけ、うん、利益出して僕もびっくりですけどね、うん、これがだからネットビジネスの力ですよねうんまあなんと言ってい、ね、これ見せていいのかな、まあ、どっかでこれ 税金のね、うん、一例をどっかで動画で後悔しようかと思いますけどね、ネットビジネスがどういうものなのかってこと、本当ね、たまげますよ、あの、これは。<laughs> いいのかなって感じですよね。3年で1億円とか言って、いまだにそんな感じですからね、うん。いやいやいや、怖いですね、怖いっていのはびっくりですね。うん 一生懸命あそのゼリーさんも言ってたんですけどもコツコツ資格取って研修会行って毎日営業しても儲からないというふうに言われるんですよね、うんまあ、そうだよな、うん、だからねこの、うん、そんなのね一部の人しかそうならないよっていうのはね本当前々から言うのは確かなんですよだから私たちは一部の人になろうとしてるわけじゃないですかだから当たり前だよとしか言いようがないんですよね誰もが成功できるわけじゃないよって言いますけどもそうなんですよ 誰もが成功でできるぐらいじゃないんですよだから私たちは誰もが知らない世界に行こうとしてるんですよね凡事徹底っていう力を持ってだから簡単なようで自分の可能性を否定しなければとりあえず前に進めるかなと誰もが成功できるわけではないっていことを鵜呑みにして その大多数になろうとしてるんだったら成功できませんけども大多数の人はうまくいかないだろうけど自分は継続して凡事徹底してたどり着くんだよっていうふうな考えを持てばねいくんじゃないかなと思うんですけどもねうんいかがですかねまあ私は,こは税務調査をもう来ること前提で生きてますんで今回もねうん洗いざらいぶちまけていこうかと思いますけどもまあでも本当に話すことないですよね。すごくビジネスモデルルがシンプルで 自分の商品があってそして YouTube で発信して、えー、依頼が来て、えー、商品渡す他何もないっていう感じですよねでその YouTube のネタとして日々全国各地から放送してますよってことですよねで、えー、自分のお客様っていうかね熟成さんは全国各地にいるよという、ね、お話しかできないですよねうんあと本当ねなんかシンプルですよねシンプルうん シンプルです。シンプルイズベストという言葉がまさにうってつけなあネットビジネスの世界でございました。では失礼します。